15分で8ゴール上げている神戸、これ J1 リーグナンバーワン、はい、31分から45分12ゴール、これも神戸 J1 リーグナンバーワン。神戸としてはいかにスタートから入れるかということですね。そうですね、あの相手が守りをしっかり固める前にいかにクロスで上げるのか、ポストプレーしてもらうのか、そういうところの使い分けというところを見ていきたいです。浦和原口元気のキックオフで始まっています。井上のロングフィード、今シーズン途中からこの浦和に戻ってきています。大迫収めて武藤に出す、武藤、武藤切り返して左足だ、西川キャッチです。西川選手落ち着いてましたね。大迫、武藤がさらに宮代、山川どう飛び込んでいくか、うん、宮根来た、そのままゴールネットを揺らしました。武藤2試合連続のゴールで先制しています。連覇に向けて落とせない一戦、武藤が先制ゴールを挙げました。ピンポイントでしたね。もうハッセ選手のボールが速かったですからね、はい、サンタナ選手もねチャレンジには行ったんですけど、どうしてもこのボールの弾道でピンポイントで合わされると、いやもうこれは2人の関係で完全に取り切りましたね。なるほど、あと本当ボールに勢いがあった分しっかり面を取って当てれば、ボールを奪い取って宮代、宮代まだあります、左足ヘッドだ、2点目入らないか、ターゲットのミスが当たって、そして、ね、回転が、はい、段差がちょっと上に上がりましたもんね、はい、ここ選手もうまく反応しましたよね。そうですね、ものともせず、あー PK です。ここは悔しい、浦和レッズハンドがありました。屈指の守護神西川周作、止めた、武藤ガッツポーズ、西川です。浦和のサポーターに向かってガッツポーズ、うまいプレーを見せます。そしてサイドを変える、さあ宮代の元に届いた、1対1、仕掛ける、仕掛ける、左足、一気にシュートまで持っていきました、はいですね、大久保の左足だ、前川まだある、出し進、時計をちらりと見てここでホイッスルです。前半終わって1対0、神戸のリード1点でハーフタイムに入っています。橋本さん、前半の印象としてはいかがでしょうか、はい、普段サブの選手が活躍した姿を見て燃えているかもしれません。さあ前半終わって1対0、神戸リード1点でこの後半のキックオフです。ハッセロンヒード、ターゲットは大迫、落としてから大久保へのパスはカット、ただ小泉回収、渡辺龍馬、うん、チアゴサンタナ、うん、前川一瞬にしてチャンスを作りました。まだ続いてますね。そうですね、渡辺龍馬、小泉のコンビプレーが非常に冴えています、はい、原口元気、前を向いて渡辺龍馬、切り返して、まだ切り返して、左足こぼれたところ、ホイッスル、タッチの外、ここでホイッスル、クリムゾンレッドがしたたかに勝ち点3をものにしました。